なかなか護衛が濃いじゃねえ
僕のなんだな。おや、何かあるぞ。絶景だ。
ここならよく釣れそうだ。おや、何かありますね。
任せろ。これは絶景だな。そしてここは村の小川の水源地みたいですね。水がとても澄んでいます。
何か。これは希少だな。Huh!
あれ？もういいの？釣れそうだぜ。さあ、何が釣れるかな。ガガだ。これは大きそうだ。これは見事だな。なんかあるぞ。
行くぞ。Come on.
だ。
トゥの結果だな。
撃。行くぞ。やっやっ発光だ。巻き込んで。宝箱だ。
ちげえよ。よくやったな。
重な果実だな。濃い霧が出てきやがったな。これだけ視界が悪いと危険ですね。慎重に行動しなければ。うわ、出た。相手をするのは危険です。一旦離脱しましょう。何かあるぞ。
にしても漂流村もだいぶ賑やかになってきたよな。いろいろな奴らに協力。そうです、どうしても好きになれない方も。お、はっはっは。えっ、花ジョーちゃんは人が。そんなわけ。だいたい今自分と違うって理由。そうかもしれ、世の中にはさまざまな立場の方たちがいて、だからこそ争いが起きるし、逆に理解し合い、お互いに違う人間だからこそ。俺たちもどんな関係になるかは。おお、ヒュンメルの口から。だがその通り。だからこそ。ええ、気づいてみると、私はいろいろなことを。そうやよ、ジョーちゃんみたいなお嬢様が。それは女性の心情を根掘り葉掘り聞くなんて。さあもう寝るといたしまし。何かあるよ。確かにこの辺りへ逃げ込んだと思ったんだろうな。だろう。あれは漂流者と思うのですが、私。お、こっちへ来るぜ。失礼なかった。違う。俺はロムン帝国軍の憲兵団に所属する。
急がばまわだ。避けて通るべきだな。真っ当なことを言うときもあるのですね。というかヒンメルはいつも当然のことを言ってる気もするな。やるな。
きましょう。Mm-hmm.